皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回紹介するパズルはもうここに箱が出てますけど、お化けパズルのシリーズの一つですね。でまず先に名前を説明すると、お化けパズル光るミニ自分で組み立てセットというパズルを紹介していきます。まあ、これね、まず説明すると、お化けパズルって僕のチャンネルだと以前このお化けパズル3030ね、こういろんなお化けがパズルになってる結構難しいパズルなんですけど、こちら紹介しましたが、でこのシリーズで前からね、お化けの目が光るやつがあるんですよ。でその今回がミニのタイプなんですけど、で自分で組み立てセットっていうのがあって、お化けパズルのクラウドファンディングでですね、その基板とかね、木のパーツとかを自分で、まあ、素材だけ送られてきて自分で組み立てて作ってくださいっていうセットがありまして、でこの間ねちょうどクラウドファンディング終わって届いたので、それを組み立てました。なのでこれは組み立てる前のその外箱で、そのねお化けの木製のパーツの中に光る目の基板とかを入れて、まあ糊で接着して枠も接着して組み立てたのがこれですになります。で今回ね、組み立てはもうすでに済んでるので、組み立ててる時の様子は YouTube ショートの方で、まあ、ちょっとだけ紹介してるので、概要欄にリンク貼っておきますね、そちらからご覧ください。今回はこの組み立てた完了したねお化けパズル光るミニの方を紹介していきます。でクラウドファンディングでこちらは組み立てセットということで販売されて、通常販売は今多分予約中なので、こちらも欲しい方はね概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから予約してもらえば多分その時は完成品で来るとは思いますけど、で今バラバラになってるんですが、このパズル自体がどういうパズルかというと、まあ以前のねこのお化けパズルと同じように、この全部木製なんですけど、この木製のお化けのピースをこの枠にはめていくというのがゴールなんですが、まあこれが30ピースだったので、今回はピース数は少ないんでそれよりは簡単だと思うんですけど、これの一番面白いところがですね、ちょっと後でお見せしますが、このね目のところ光るんですよ。中に基板が入ってて、で今電源入ってないので、ここからね電源をつなげてこのピースを正しいところに入れると、この目が光りますっていうねパズル、めちゃめちゃ面白い。でね、とりあえず電源だけつなげてみましょうか。で今電源つなげた状態なので、まあこのねピースをどんどんはめていって、多分ねこれねどこかで光るはずない、ほら光ったすごい。まあここが今正しい位置かわからないんですよ。他にも何箇所か光るはずなので、これとかね、こことか、他のところでもおそらく光ったりするんじゃないかな、こことかね。まあこのピースの中に入っている基板自体は全部同じなので、そのここの裏の正しいところに、まあ、光るスイッチみたいなものが入っていて、そこの位置になると必然的に光るので、まあそこが必ず正しい位置ってわけじゃなくて、他の場所も光るので、ただ光る場所のどこかがこのピースの正しい位置ってことになるんですけど、まあ、なので今回はちょっとねこのピースをね組み立てていきたいと思いますが、一応ピースの形状こんな感じ。相変わらずお化けが可愛い。1,2,3,4,5 あ光った5,6,7,8,9,10 ピースですね。でこれがね、まあ設定の時間がだいたい20分弱ぐらいって書いてありましたけど、まあ意外と難しいんじゃないかなと思います。ただやっぱり組み立てていくうちに目が光るのでめちゃめちゃ面白い。でこれはね実際にすでに組み立てたので、自分でで最初の状態でもうこのピースがねスタートの完成の位置が何回も見ていて、でさらに一応この光る
を確かめるために何回か正解の位置にもしてあるので、まあそれも若干覚えてるので解くこと自体はそんなに難しくないんですけど、まあ今回はとりあえずね、組んでいくと目が光るっていうのをね、ぜひご覧いただければと思います。ということでやってみます、お化けパズル光るミニですね。さあ、いやただね、まあ組み立てた、ほらこれ光った方あの組み立てたね、その途中段階も全部やってるので、その段階である程度場所覚えちゃってはいるので、ただ本当に面白いわ。お化けも結構曲線なので、実際パズルとしてはこの曲線が結構いろんなところにはまるので、難易度は見た目以上に難しいとは思います。まあ僕は組み立てちゃったのでね、もう最初から完成形何回も見てるわけですけど、こういう感じ、確かねこの辺じゃなかったっけ、あでも違う、これが違うのか、これが違うんだよな。ほらすごい光る、これ暗くしてやろうかなということで、お化けパズルなのでちょっとですね、今回薄暗くしてやってみようと思います。これは面白いな。でこの辺かな、まあほらこういうねスライムっぽい形とかゴースト、お化け、まあこれ両面わからないので、どっちではめるかも実際は考えなければいけないわけですがね、これはちょっと違う、いや合ってるかな、こういう感じかな、ちょっとねずれるとね光らなくなるんで、本当にピンポイントでここを置かないとなんですよね。この上か、上がこれか、ほら光った、これだから完成してからこう光らせてもいいんですけど、あこっちか、こうだな、完成してね全部光らせてもいいんですけど、まあ通電しながらやると位置が正しいかどうかが確かめやすいので、そしてこうどんどん光りますからめちゃめちゃ可愛い。でこれ光るミニっていうんですけど、お化けパズルのサイトだともう一回り大きいのがあって、それが結構前から欲しかったんですけど、それ結構高くて、しかももう売り切れらしいんですよ。なので光るタイプは今この光るミニだけかな、で予約注文中ということですね。で今これ手に入れてる方はこのクラウドファンディングで組み立てセットがもう発送されたので、それを組み立ててこうやって遊んでる感じだと思います。これ違うのかな、ちょっと違うっぽいな、結構ね、お、こうじゃない、これがこうじゃなくて、あ、これ違うな、お化け、まあ、全部お化けなんでね、微妙にやっぱり形が違っていて面白い。こっちがはまる、あ、これがここか、こう、こう、いや、こっちだな、ほら、めちゃめちゃ本当にね綺麗に光る、まさにお化け、いやすごい、このアイディアというか、お化けにして光らせるっていうのがすごいですよね。ここは違うのか、あとはこの辺を埋めていけばいいんじゃないかな、これも入らないよね、ここから、あ、こうか、ぴったりで、でちなみにこれあの自分で表面のヤスリがけとかもするっていうので、ヤスリもついてるので、まあちょっと今暗いので見えづらいですけど、ここの角もねちょっと面取りとかして強めにヤスリをかければ、まあ滑らかなその感触にもなります。であとね、ニスとかを塗るとまたいいって書いてありましたけどね、これは一応木を削ったそのままですけど、まあそういう風にして多少ね表面処理とかしてもらっても問題はないかな、パズルとしては多分全然問題なく楽しめると思います。お、光った、もうすぐじゃない、こうか、これがここにはまるはず、お、はまった、でこれがこうか、あ、じゃあこれ、あ、これが違うのか、いや、でも合ってるよな、
こういう感じ。どっちがどっちだ。これがこっちか。ん？ちょっと違うな。やっぱりこっちか。あ、こうだ。で、これが、これがここか。で、このね、基板も、まあ、実際さっきみたいにこのピースはここにはまってたけど光ったので、その基板の下の位置が必ずしも正しくなくても光るので、その辺もねパズルとしては面白いですね。おお、これでお化けパズル光るミニ完成。めっちゃ光ってます、すごい。一応後ろも見せようかな。こう後ろはね、こうお化けパズルのロゴがついてますね。こう崩れちゃったよ。こうやって、まあ、もちろん光らせなくても楽しめますが、ぜひこれはこう完成したらね光らせてほしい。ちょっとまた明るくしてみよう。まあ普通に部屋を明るくするとお化けの光こんな感じ。まあ結構明るい部屋でも光は強めなので、すごいな。こうでしょ、はめるとこのくらい光ります。いや、これだけ明るい部屋でもめちゃめちゃ光がよく見えますね。素晴らしい。ということで今回お化けパズル光るミニ自分で組み立てセット紹介しました。まあこれはねすでに組み立ててあるので、このパズル自体はお化けパズル光るミニということになるんだと思いますけど、でこれね本当に光るのがいい。でこっから電源を引いてるので、まあ、電池とかじゃないですから中の基板が壊れない限り永久に光ってるはずです。この辺が壊れなくていいですね、ずっと光るっていうのが。もちろん光らなくてもねいいんですけど、でこのお化けパズルのパズルとしてもこの曲線が中心なので、これ10ピースでピースも大きいのに意外と見た目以上に難しいパズルですし、パズルとしても十分楽しめます、このシリーズで。これ今届いてる方、クラウドファンディングでね達成した方のものだと思うので、まあ通常販売は予約注文でしばらく先になると思いますが、まあぜひ気になった方はチャレンジしてみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。